しましょう。はい、2016横浜銀行ドリームオブハーモニー、横浜市民1000人が奏でる夢のハーモニー。まずは指揮者の先生を紹介します。指揮このハーモニーの監督さんです、神奈川明宏先生。もう4月から何回もリハーサルで皆さんやってこられました。もうファミリーになってます。副指揮者としてお二人、鈴木守先生、清水良一先生、ありがとうございます。あの会場の皆さんも指揮者の先生のこの腕の振りで指揮を歌ってください。そしてあちらの方にこのコーラスはすごい、本当に生演奏でございます。編曲とエレクトーン、小林優香さん。セカンドエレクトーン、八谷夏美さん。はい、田中先生が指さす方向にいらっしゃいます。ドラムス、島村武人さん。ドラムドン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 。そして繰り返しです。開講祭花火までの二人役として、そして主役としてお申し込みいただいた1000人の市民コーラス隊の皆さんです。2016横浜銀行ドリームオブハーモニー、オープニングナンバーは林市長がご案内くださいましたこの歌です。横浜鹿です。それでは先生、そして皆さん一緒にお願いします。
草島実行委員長、一言降りる前に皆さんにもう感動して、はい、すみません、喜びの口にしてください。本当に感動しました。本当にありがとうございます。はい、この後盛り上がりましょうね、はい、ありがとうございます。そしてセンターには横浜開港祭親善大使の皆さんもお揃いのユニフォームで、V の字を描いて歌ってくださいました。みんな思いがあってこの街が好きでボランティアで参加していただいていると思います。顔役をやっていただいて、そして今回はあの小さなお嬢さんたちも同じユニフォームで役を買って出ていただきました。親善大使の皆さんもありがとうございます。さあ、ここからは皆さん次々に歌を奏でていただきたいと思います。家族になろうよです。
ました。ありがとうございます。2016横浜銀行ドリームオブハーモニー、2曲目は家族になろうよでした。さてここでちょっと迷子のお子さんがいらっしゃって連絡させてください。西野レイム君、西野レイム君、7歳の男の子で身長が1メートル11センチ、緑の T シャツ黒のズボン。もし皆さん一人の男の子を見かけたらお声掛けください。緑の T シャツ黒の長ズボン、西野レイム君7歳、お母さんの西野亜希さんが探していらっしゃいます。心当たりある方はみなとみらい駅側のインフォメーションブース、開講祭のスタッフに一言お声掛けいただければと、できればインフォメーションブースまでお声掛けお連れいただければ幸いです。さてここで、今回このドリームオブハーモニーの協賛会社であります横浜銀行のキャラクターハマペンが来てくれました。センターでございます。ハマペン、できれば360度1回転していただけますか。はいはい、皆さん通帳作ってください。お願いします。すごい、なんかもしかしたら一緒に歌ってくれるのかな。あ、なんと開講祭の公式キャラハマーも来てくれました。どうもありがとうございます。ちなみにハマペンは神奈川生まれの次男坊で、おっちょこちょいで涙もろいそうです。なのでコーラスに感動して泣いちゃうかも。それにはぴったりの感動的なキッズメドレーですね。じゃあハマペンとハマーも一緒に歌ってください。それでは神奈川先生よろしくお願いします。
横浜銀行ハマペン対抗祭のハマに参加をしていただきました。では皆さんに手を振ってお別れです。ハマペンとハマ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さてさて、もう次の曲で半分になりますんで名残惜しくなっちゃいますけど、いつもこの辺のタイミングで確認するんですが、あの奥の皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、奥の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。下の段の両サイドの皆さん大丈夫ですね？大丈夫ですね。あの一応あの誰か気持ち悪くなったりしてないか確認中でございますね。はい、会場の皆さんも順調に楽しんでいただけてますでしょうか？ありがとうございます。さっきよりなんか反応が大きい気がして嬉しくなっちゃいます。ということで次は2曲続けて、最初にドリハモで初めて歌う虹色、その後風が吹いている、2曲続けて歌っていきましょう。Thank you.